若手時代ノーマルマッサージに行った際、店員の女性からヒゲにだけ白髪があって目立ちますねと言われたケンコバ。抜いてくれと頼むと女性から自信ないですと言われ、大丈夫だから抜いてくれと言った瞬間、奥から店長がやってきて、うちはそんなマッサージじゃありません、ルール違反ですと言われた。ザコ師匠が組んでいたコンビ G メンズを解散するとなった際、バーのカウンターでザコ氏が解散する旨を伝えたところ、何も言わずに店を出て行き、心配した高橋が外を探しに行ったところ、数百メートル先の電柱の陰で泣いていた。博多で風俗に行ったケンコバは風俗場に下から上までじっと見られた後、あんた刑事と言われた。自宅のマンションのエレベーターに乗った際、前にいた女性のスマホの画面が見えてしまったのだが、その女性が LINE で友達に、やっぱりこのマンションケンコバ住んでると送っており、その後にウサギが首を吊っているスタンプを送っていた。